戻られたら上将に伝えてくだされ。そなたを使わせてくれたことを感謝している。ただくれぐれも体を大切にして無理をしないようにと。ああそれでは。父上、孔明には我慢がありません。打って出て勝負をつけましょう。ほとくるの、義の武将として恥ずかしめられ、もう黙ってはいられません。ほとくるのが戦わぬなら、我々だけでも。せーの、我々だけでも戦います。私とで戦いたいが、こうして我慢しているのは、陛下より守りを固め動くなと言いつかっているからだ。もし打って出れば、命に背くことになる。トトク殿、気持ちはよくわかった。陛下にお許しをもらおう。それからでも遅くはない。そうであろう。何と言っておった。上将の様子は近頃どうかと聞かれました。ほう、それで何と答えた。上将は毎日お忙しく、食事の暇もないと。すると芝居は、よいから申せ。忙しく働いて食事がいい加減では長くないと申しました。上昇。身に過ぎた大任を任され、御事のりに従い、固く守って戦わず諸の軍勢の自滅を待つも、今諸葛亮は女子の着物を届け、秦を侮辱すること、その極みに至れり。ここに慎んで上奏し、即刻一命を落として決戦し、朝廷のご恩に報い、三軍の恥を注ぎたく、何とぞ出陣をお許し願います。すべて芝居に任せてあるのに、なぜ上奏して参ったのだ。陛下、芝居は打って出る気などなく、孔明に恥ずかしめられて武将たちがいきり立っているので上奏して参ったのです。陛下からお言葉を賜り、武将たちをなだめたいのでございます。芝居に御事の利を下す。今後出陣を申し立てる者があれば、朕が処罰する。ポトク殿、そなたは私の気持ちを知ってる。上将、宗英は神秘を使者として芝居に出陣を禁じました。それを口実に配下をなだめているのだ。
芝居の計りごとだ。上司、どうかもうお休みになってください。このままではお体を壊します。皆の者が国のためにも上将が大事になさるよう願っているのでございます。上将は何もかも自らやられお疲れです。どうか上将早く休んでください。疲れているのが分からぬわけではない。ただ私は先帝から大事を託された。軽々しくは上将他人に任せることはできぬ。上将。なんだ。ああ、ヒー殿が生徒よりいらっしゃり、上将に至急お知らせすることがあるそうです。早く通さぬか。あ、はい。上将、五の陸村は宗栄にかなわず撤退いたしました。すでに五の軍勢は江東に引き上げ、もはや義を挟み撃ちすることはできなくなりました。上将、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 